ユニット1、セクション1。1、そうそう。2、ええー、どれこれうん、それ。3、おいしいうん、おいしいよ。4、はいはい。5、きれいきれい。6、ほんと 本当7田中さん田中さん8いいいいよ9ここうんそこ10わかったはいわかりましたセクション2 1, 1こんにちはこんにちは2先生 おはようございます。おはよう。三。エミさん、じゃあね。うん、また明日。四。お先に失礼します。お疲れ様。五。ああ<ー>。すみません。六。行ってきます。行ってらっしゃい。七。ただいま。お帰り。八。 どうもありがとうございます。いいえ、どういたしまして。9、いい天気ですね。ええー、そうですね。10、お元気ですかはい、元気です。セクション3、1、何時ですか ?9 時です。2、今、何時ですか ?4 時。3、何時に寝ましたか 11時半ぐらいです。4、テストは何時からですか ?10 時からですよ。5、今日は何日ですか ?4 月1日です。6、今日は何曜日水曜日だよ。7、誕生日はいつですか ?8 月20日です。8、銀行は何時から何時までですか ?9 時から3時までです。 9、今年は何年 ?2006 年、平成18年だよ。10、日本に来てどのぐらいですか 1>, ?1 年3ヶ月です。セクション4、1、はじめまして、渡辺です。田中です。どうぞよろしく。2>, 2、鈴木さんですかはい、そうです。3、佐藤さんですか いいえ、加藤です。4. あれは日本語で何ですかあれあ、あれは交番ですよ。5. それは何ですかデジカメです。6. 山田さんの部屋は何階ですか ?3 階です。7. お名前はペドロです。お国はスペインです。8. ノート 3冊ください。はい。3冊ですね。9。駅までどのぐらいですか 1>, ?1 キロぐらいです。10。新宿駅はどこですかあそこですよ。セクション5。1。何歳ですか ?28 歳です。2>, 2。どんな映画を見ますかコメディーをよく見ますね。 三、黄色と赤の花をください。はい、黄色と赤ですね。四、今日は暑いですね。ええ、本当に。五、日本語の勉強はどうですか漢字は難しいですが、とても面白いです。六、いくらですか ?210 円です。七、テスト、難しいですかいいえ。 簡単ですよ。八、鈴木さんはどんな人ですか親切な人ですよ。九、この靴、ちょっと大きいです。じゃあ、これはどうですか十、これ、綺麗ですね。ええ、とても綺麗ですね。セクション六、一、はじめまして。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。二、 どうぞあーどうもすみませんいただきます3お国はどちらですか韓国です4日本は初めてですかいいえ3回目です5和食は大丈夫ですかはい大丈夫です6そろそろ失礼しますそうですかじゃあまた7うわ 美味しそう、それなんですか？これ中国のお菓子一つどうですか？8。いつ日本に来たんですか？2ヶ月くらい前です。9。今何時えーっと4時20分。10。今度の休みどこ行くの？友達と海に行きます。セクション71。 あのー、学校の電話番号わかりますかえーっとね、03-3205-13。2、ビデオレンタルはいくらですか一泊350円です。3、昨日、携帯を買いました。へえ、どこで買いましたか ?4、田中さんのうちはどこですか 新宿です。学校に近いです。5. パクさんの先生はどんな人ですか面白くて優しい先生です。6. 山田さん、趣味は何ですか趣味うーん、写真かな。7. 日本語の授業はどうですかとても面白いと思います。8. この写真見てください。 ハワイの写真です。わあ、きれいな海。9、キムさんは日本人のボーイフレンドがいます。ええー、どんな人ですか親切な人です。それから、韓国語がわかります。10、カラオケ、カラオケ、どうですか ?1 時間1500円です。うーん、ちょっとねー。新宿のカラオケの方が安いですね。 あ,あ、そうですか。じゃあ、1時間1300円でどうですかうーん、まだちょっと高いですね。セクション8。1。木村さんの彼はどんな人ですかお金持ちです。2。山田さんの家族はタバコを吸いますかいいえ、誰も吸いません。3。ジョンさん、今日、どこで昼ご飯を食べますか ごめーん、もう食べちゃった。4、先生、今何時ですかあ、時間ですね。じゃあ、少し休みましょう。5、いらっしゃいませ、お二人ですかはい。6、昨日のサッカー、見ましたかうん,うん、あまり好きじゃないから。7、うわー、その靴、かわいいね。 本当ありがとう。八。あれ山田さん、どこ行くのちょっとそこまで。九。あのー、すみません。次の電車は何時に来ますかあ、今の電車が終電です。終電ええ、電車は明日の朝まで来ません。十。田中さんの誕生日はいつですか10月15日です。ええー 私は17日です。近いですね。セクション9。1。この辺に駅ありますかええ、すぐそこです。2。その辞書はいくらですか ?3000 円です。3。このノートは誰のですかあ、それサラさんのです。4。山田さんの部屋は新しいですか い,いえ、古いです。でも綺麗です。五、田中さんの部屋は綺麗ですかい,いえ、綺麗じゃありません。でも新しいです。六、あー、今日は暑いですね。そうですね。今日もビールが美味しいですね。七、サラさんは字が綺麗ですね。どれ、見せてあ、本当だ。 8、え、アイス寒くないですかええ、おいしいですよ。9、映画、どうでしたか面白かったですよ。10、これは何ですかこれああ、これ、お好み焼き。え、お好みうん、お好み焼き。おいしいよ。セクション10、 1, 1ああ、うまかった。ほんと、美味しかったね。2, 2> ああ、お腹いっぱい。私も。3ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。いいえ、どういたしまして。4デザート食べますかいいですね。5たくさん食べてくださいね。はい、いただきます。 <6 S 2> この店サービスもいいし料理もおいしいしそうだねまた来たいね7この店どうだったうーん料理はいいけどサービスがちょっとね8これもおいしいよあそれからこれも本当だおいしそう9これおいしいよ ちょっと食べてみるうん、ありがとう。10。豚肉はちょっと。ああ、そうなんだ。ユニット2。セクション1。1。どこ行くのちょっとそこまで。2。2> どこ行くのちょっと、コンビニにお弁当買いに。3。一緒にお昼食べないうん、いいね。 何食べたい ?4。一緒にお昼食べないあ、ごめん、もう食べちゃった。5。ねえ、一緒にお昼食べないあ、ちょっと待って、食べる前に友達に電話したいんだ。6。ねえ、何か書くものあるえペンそれとも紙 ?7 あー。ああ。 飲みすぎた、ちょっと酔っ払ったようーん、眠くなってきた8山田さん、おいくつですかえ秘密です、聞かないで9この漢字の読み方を教えてうん、わかんないな他の人に聞いて10はい、もしもし危ないよ 運転しながらは？セクション21。1昨日暑かったね。本当暑くて暑くて寝られなかったよ。2。田中さんの彼女ってどの人ですか？ほらあそこで電話してる人。3。今夜飲みに行きませんか？いいですね。行きましょう。4ねえ。 パンを食べるのをおってパソコンでどう書くんですか ?WO ですよ。5。あれあんまり食べないね。うーん。今日はお腹の調子があまり良くないんです。6。あー、新しい言葉がたくさんある。ほ当。んと、頭が変になりそう。7。ずいぶん涼しくなりましたね。 そうですね。8あれここ携帯使えないんだ。うん。地下だからね。9日本に来てどれぐらいになりますか ?2 年半になります。10山田さんはどちらにお住まいですかこの近所に住んでいます。すぐそこです。セクション31日本語すごいね。 上手になったね。いやー、だんだん難しくなってきました。2、2> 日本語の辞書が欲しいんだ。へえ、先生に聞いてから買いに行ったら ?3、まだ寒いうん、このストーブついてますか ?4、この辺は春になると桜が綺麗でしょうね。ええー、見事ですよ。5、 大阪に行ったら知らない日本語をたくさん聞きました。ああ、それは方言ですよ。場所によって言葉が違うんです。6。わあ,あ、この携帯テレビが乱れるんだ。うん、そうなんだ。あんまり使わないけどね。7。あまり飲みませんね。ええ、私、お酒弱いんです。8。 ここは勉強するところですから、寝る人は別の部屋へ行ってくださいわかりました9あれ、メガネ、どこ行ったかなんメガネどっかで見たよ10あれ、もう食べないのうん、さっき軽く食べちゃったんだセクション4、1いつも日曜日何をしているの テレビ見たり、漫画読んだり、ゴロゴロしてるよ。2。2> ねえ、この CD なんでこんなに安いんだろううーん、なんでだろうね。偽物かもね。3。3> 夏休みはどうするの一人で中国に行くつもりです。4。日本の生活はどうもう慣れたええ。生のものも食べられるようになりました。 リサさん、久しぶり。今、何をしているんですか新宿で英語を教えています。六、学校までどうやって来るんですかうちから山手線で一本です。七、ねえ、そろそろ行きませんかあ、ちょっと待って。その前にトイレトイレ。八、ねえ、もう宿題したうん,うん、土日にするつもりだけど、 鈴木さんはどこに住んでいるの中野駅のそばピーターさんは10知らない人について行っちゃダメだよはーいセクション5 1すみませんちょっと聞き取れませんでしたあ、ごめんなさい 2, 2木村先生って誰だっけほら、メガネかけて背が高い先生だよ 三、<3 S 2> 寒くないのあ、大丈夫です。四、山田さんのお別れ会何時からだっけ明日の八時だと思うけど。五、見て、この写真。ああ、懐かしいね。六、ここのレストラン、ランチタイムはビール200円なんだって。へえ、知らなかった。安いですね。七、 先生、どうして日本語の先生になったんですかいろいろな人に会えるから楽しいと思ったんです。8、まだ雨降っていますかいいえ、もう降っていませんよ。9、愛子さん、そのスカートとっても似合ってるね。あ、そうどうもありがとう。10、まだ雨降っていますかいいえ、もうやみましたよ。 セクション6 1ねえねえあのさあ,あちょっとごめんね後でもいい 2, 2ねえねえ今日キムさんが初めて宿題してきたんだよへえ明日は雪だね3来週の土曜映画に行くけど一緒に行きませんかあ土曜日はちょっと4 すみません。ちょっとよろしいですか？あ、リカルドさんなんですか？5。ふふ昨日ね。愛子さんとデートしたんだ。ええー、すごいで楽しかった。どこ行って何したの？6。今日は午後から台風が来るそうですね。うん、早く帰った方がいいね。7ね。え、まだバス来ないの？ 遅いね。8。あれこの時計合ってるうん。私のと同じだけど。9。レポートこれでいいですかはい。いいようですね。頑張りましたね。10。明日の飲み会来られるうん。ちょっと遅れていくよ。セクション7。1。 駅に着いたら電話して、迎えに行くよ。ありがとうよろしく 2, !2 お先に失礼します。お疲れ様 !3 いい天気だね。どこか行きたいね。4まだ仕事うん、今日はまだ終われないんだ。5今日何しようかピザ食べながら DVD 見ようよ。6 ワールドカップ、どこが勝つと思ううーん、どこかなでも、日本に頑張ってほしいと思うよ。7。すみません。道を教えてもらえませんかはい。どこですか ?8。あ、財布忘れちゃった。貸してあげるよ。9。会議が終わったら電話してください。わかりました。10。 昨日行ったレストラン美味しかったね。うん。特にデザートがね。セクション8。1。どこ行こうかボーリングに行きたいな。2。今夜飲みに行かない今夜か。ちょっと厳しいかも。3。最近暑くなってきたね。もうじき夏が来るね。4。ピーナッツ食べられる 大丈夫だよ5すみません、もう少しゆっくり話してくださいあ、はい、わかりました6今週中にこの資料を作らなくちゃ頑張って7ケーキ作ったことありますかはい、クリスマスはいつも自分で作るんですよ8水曜日にパーティーをしようと思っています 来てくださいね。はい。他には誰が行きますか ?9。早く行こう。ちょっと待って。10。かっこいい、その携帯。ありがとう。昨日買ったばっかりなんだ。セクション9。1。大人はいいよね。えどうして嫌いなものを食べなくていいから。ああ、そうだね。 自由だよね。2、先生、安いと野菜は似ていますね。ええ、そうですね。何かいい覚え方がありますかそうですね。安いはスーパーの巣、野菜はサラダの差。どうですか ?3、あ、しまった。んどうしたの昨日した宿題、 うちに忘れてきちゃった4来週の土曜日バーベキューするけど山田さんも来ないあー土曜日か土曜日はちょっとあそう残念ねうん誰が来るのリンダさんとかホルヘさんとかえーいいなー行きたいんだけどね これ作ったんだ。ちょっと食べてみて。え、パンを自分ですごいね。じゃあ、一口。どううーん、美味しいかな。まあまあ。あ、そう。ユニット3、セクション1、1、ジョンさんの部屋は家賃いくらですか月5万円です。2、 ホテル予約してあるうん、昨日しといたよ。3、あ、見て、昨日の台風で木が倒れてる。本当だ、すごい風だったんだね。4、リンさん、宿題はあ、先生、今母が来ているので来週出してもいいですか ?5、あれ今日、お弁当自分で作ったのいや、彼女に作ってもらいました。 六、山田さん、その靴大きくないですかうん,うん、ぴったり。七、あれドアが開いていますね。ほんとだ、誰が開けたんでしょうね。八、ね聞いた田中さん、宝くじで100万円当たったそうだよ。へえ、おごってもらおう。九、ごめん、待ったうん,うん。 僕も今来たところ10美味しそう本当だあ試食があるから食べてみようセクション21袋にお入れしましょうかい,いえそのままで 2, 2来週京都から友達が来るんだそうなんだ楽しみだね3お姉ちゃん今日何時に帰ってくるうーん 8時頃になるかな4あれ電気がついていますね本当だ誰がつけたんでしょうね5先生、3級合格しましたえすごいおめでとう6あれご飯食べないのうん、ダイエット中でね野菜しか食べないようにしてるんだ7明日 伺ってもよろしい、ですか、はい、構いませんよ。8、昨日、東京駅で事件があったらしいですね。そうらしいですね。9、明日までにレポート書いてくださいね。はい、大丈夫です。もう90%書いてあります。10、これ何シャドーイングこれ何のためにしてるのうん。 ススラスラ話せるるようになるんだってセクション31ねえそのクッキー一口ちょうだいああもう全部食べちゃったごめんごめん 2, 2あ雨が降ってるあじゃあこの傘貸してあげる2本あるから3お茶どうぞ暑いのでお気をつけくださいあすみません 4もしもし山田さん今話して大丈夫あ、ごめん。今シャワー浴びていたところなんだ。後で電話していい ?5 ねえ、聞いた山田さん結婚するんだって。うん。おめでたらしいよ。6あれビデオデッキに変なビデオが入っていますね。本当だ。誰が入れたんでしょうね。7 ねえ、もっときれいに書いてください。これなんて書いてあるんですかああ、なんでしょう。私も読めません。8ねえ、飛行機の予約してあるあ、ごめんなさい。今しておきます9。約束したのにどうして来てくれなかったのごめん、本当にごめん。どうしても会議抜けられなかったんだ。10 今度ご飯でもいかがですかあ、ぜひセクション41健康のために何かしてるはい、飲みすぎないようにしています2日本に来るとき緊張しましたかええ、初めて外国で一人暮らしですから3メールが送れないんだけど誰かわかる人いないよくわかんないんだよね。 山田さんがいればわかるけど。4、昨日、帰ったら家族から手紙が来ていたんだ。お金送ってくれるって。へえ、よかったね。5、田中さん、明日までに書類作っておいてくださいね。はい、わかりました。6、ねえ、聞いて。昨日の店、ビールと焼き鳥で4000円もしたんだ。え、高い。 それってぼったくりじゃない ?7 あれこの本何面白そう見せてうん、すっごく面白いよ。8ああ、ダイエットしてるのにまた食べちゃった。ダイエットやめたら ?9 辞書を探しているんだけど何かおすすめ知ってる辞書のことならパクさんに聞いたら、この前新しいの買ってたよ。 10ちょっと合わないうちに随分日本語が上手になったねまたまたセセクション5 1そのーーターいい色だねああどうもありがとうでもチクチクするんだ 2, 2携帯でメール書いてるのううん、うん、漢字を調べてるの3あれ 髪の毛ずいぶん短く切っっちゃったんだね長くて綺麗だったのにそうでも短いとすごく楽4ねえ今日バイト初めての日なんだけど早めに行った方がいいと思ううんできればね5もしよろしければこちらのパンフレットもお読みくださいはいどうも6田中さん 昨日、渋谷で男の人と一緒に歩いていたね。うわー、恥ずかしい。変なとこ見られちゃった。七。韓国料理を食べるなら絶対新大久保だよね。そうそう。新大久保って韓国みたいだもんね。本場の味だよ。八。アクションあれ大丈夫風邪う,んうん、なんでもないよ。アクション九。9 今晩何食べたいうーん。カレーは十。10これはどこのワインですかこちらはフランス産でございます。セクション六。一。ああ、あと半年で卒業。四月から社会人だよ。本当。だから今のうちにやりたいことやっておかなくちゃね。二。 あのー、すみません。明日国に帰るので、バイト一週間休ませていただけませんかえ、困るな。もっと早く行ってくれないと。3。洋服は燃えるゴミ、アルミホイルは燃えないゴミだよ。あー、ゴミの分別は本当に複雑。4。赤ワインは体にいいって言われてるから、たくさん飲んでも大丈夫。 そうかもしれないけど飲みすぎは良くないんじゃない5ずっと応援してるから試合頑張ってね。うんありがとう。精一杯頑張るよ。6明日の飲み会行こうかな。やめようかな。どうしようかな。もう行くって言ってあるんでしょじゃあ行かなきゃ。7 土日は働けますかすみません土曜日はちょっとでも日曜日なら大丈夫です 8. グッチって何ブランドのこと知ってそうで意外と知らないんだね9後で食べようと思ってたケーキ食べたの誰あごめんわざとじゃないよ 10. ご注文はじゃあとりあえずビール セクション7。1。あ、ラジカセ壊れた。壊れたんじゃなくて壊したんでしょ ?2。2> 来月結婚することになりました。それはよかったですね。おめでとうございます。3。どうぞたくさん召し上がれ。それじゃあ、遠慮なくいただきます。4。どんなペンをお探しですかえっと、 なるべく安いのがいいんですが。5。見て、この時計、1000円だったんだ。嘘ロレックスじゃないんだ。本物みたいに見えたけど。6。もしもし、俺だけど、今何してるのん今、テレビ見てたとこ。7。ホワイトボードを消しましょうか。大丈夫。そのままにしておいて、後で消しますから。 どうしたの勉強に集中できてないようだけどはい気になることがあって9ごめんごめん待ったもうひどいよ1時間も待たせて10ドライヤーなら今これが一番のおすすめですそうですかじゃあ買う前にちょっと試してみてもいいですかセクション8 1, 1今晩何食べたいうんカレーはカレーマンネリじゃない ?2, 2山田さんっていつもタイミングがいいよねうん何か美味しいものを食べようとしたらいつも来るよねほんとどこかで見てるのかなって思うくらい3ねえ明日の準備してあるあごめんなさい今しますうん ちゃんとしといてね。4。うん。風邪ですね。抗生物質を出しておきます。え抗生物質というのは何でしょうえっとね、バクテリアを殺す薬です。5。すみません。はい。ちょっとお尋ねしたいのですが。どうぞ。6。ねえ。 なんだか僕、山田さんに嫌われてるみたいなんだ。えどうして全然僕と話してくれないんだ。ユニット4、セクション1、1、新しく始まるドラマ、面白そうだよ。ああ、あんまり興味ないな。2>, 2、木村さんってどんな人うん、明るくて社交的な人だよ。3、ああ、 今日は雨が降りそうだね。うん。傘を持って行った方が良さそうだね。四。すみません。宿題を忘れてしまいました。そうですか。五。あんなこと言うつもりじゃなかったのに。口は災いのもとだね。六。日本の習慣について教えてください。そうだね。日本では家に入るとき、靴を脱ぐんですよ。 7. 私、料理するのが好きなの。へー、一度食べてみたいな。8. どうすれば金持ちになれると思うやっぱ、宝くじかな。9. 日本にいる間に、できるだけ旅行しようと思っています。ああ、それはいいですね。0. 思ったよりスムーズに行ったね。本当だね。 もっと時間がかかると思ったのに。セクション2。1。すみません。ちょっと手伝ってもらえませんかええ、いいですよ。2>, 2。ハサミとホチキスを借りてもいいですかはい。ちょっと待ってくださいね。3。最近何かハマってることあるヨガかなあれはいいよ。4。 わあ、このパソコン、7万円だって。安いよね。うん。絶対これ買いだよね。5。明日、花火大会があるんだって。あ、そう。どこで ?6。コンビニのお弁当で足りるの全然。すぐお腹減っちゃう。7。このビスケット、100均なんだよ。信じられる すごいこれ当たり !100 円とは思えない !8、飲み会、来週の土曜に変更になったの知ってるえー、そうなのなんだ、今週バイト断ったのに。9、サイズはいかがですかええー、ぴったりです。10、あそこの大学、倍率5倍なんだって。 まあ、ダメ元でチャレンジしたらセクション3。1。ア子、コ、タクヤくんといい感じじゃないうん。でも友達以上恋人未満かな。2>, 2。このセーターどうかなこの色いいよね。うん。その色似合うね。3。ああ、目が疲れた。遠くを見た方がいいよ。 緑を見たり4なんだか北村さん最近怒りっぽくないうん、ストレス溜まってんだよ5あーよく食べた、もう食べれない本当。これで寝ちゃえたらいいのに6あの、10分くらい前にカレー注文したんですけどあ、申し訳ありません、ただいま見てまいります 七、あの、このカレー、髪の毛が入ってるんですけど。あ、すみません。新しいものとお取り返します。八、あの、昨日、こちらでこの傘買ったんですけど、すぐに壊れちゃったんですが。あ、すみません。では、新しいものと交換いたします。九、あの、返品はできませんか あ、では、少々お待ちください。店長を呼んできます。10、お客様、では、お題をお返しいたします。あ、お願いします。セクション4、1、カラオケいかがですかあ、結構です。2>, 2、ねえ、貧乏ゆすりやめてあ、してた ?3、あ、 どうもすみません。助かりました。あ、よかった。気にしないで。4、お邪魔します。これ、召し上がってください。京都のお土産です。あ、ありがとう。でも、気を使わないでね。5、あ、靴紐、ほどけてるよ。あれさっき結んだのに。6、あ、襟、立ってるよ。 あ、どうもありがとう。7ホラー映画って大っ嫌い。どうして見るのかその気持ちがわかんない。へえ意外と怖がりだね。8今日寝過ごしてびっくりしたよ。起きたらもう8時なんだもん。へえでもよく間に合ったね。9規律、気をつけレ おはようございます。10、お疲れ様でした。お疲れ様でした。セクション5、1、あの映画どうだったうーん、大したことなかった。2>, 2、昨日のテスト大したことなかったね。ええー、難しかったよ。3、 結婚すると自由がなくなるって言いますが、そうとも限らないでしょう。4. 携帯電話変えたのええ。こっちの方が機能が良くて料金も安いから。5. 携帯電話の番号とメールアドレスが変わりました。ええー、じゃあ教えて。6.DVD を買いたいんだけど、 じゃあ、西新宿の亀田屋に行ってみたら秋葉原より安いよ。七、そのカメラ、ずいぶん古いね。そうなんだ。丈夫で長持ちだよ。八、もう申し込んだまだ。手続きがめんどくさいんだ。九、明日の今頃は北海道にいるんです。ええー、いいなぁ。 10あなたの国ではどうですかうーん実はしばらく帰ってないのでよくわからないんですセクション6 1何これ食べ終わったら片付けなさいああそれまだ食べかけなんだから置いといてよ 2, 2引っ越しの当日は田中くんが手伝ってくれるんだってあ本ほんとよかったね 3この前の大会、拓也4位だって。あ本ほんと。あいつにすれば、まあよくやったんじゃん。4、どこかかゆいところはありませんかあ大丈夫です。5、この漬物、いけるね。おそうだろう。それ、おばあちゃんが送ってくれたんだよ。6、友達だからって、 許せないことだってあるよ。まあ、そりゃそうだろうけどさ。7。何その投げやりな態度別に。8。カラオケ行ってどんな曲歌うの？j-pop が多いかな？最近の。9。車の免許とか持ってないの？あ僕まだ16なんです。10。ああ。 どううししあんんなことしちゃったんだろうまあそう言うなって誰にしろそういう瞬間はあるんだからセクション71田中さんの結婚パーティーいつでしたっけえーっと確か10日の午後3時からです 2, 2当日どんな服を着ていきますか平服でいいみたいですよ3 プレゼントはどうしますかいろいろ考えたけど、お金を包むことにしました。4。結婚式の時、新郎新婦に何て言えばいいんですかそうですね。ご結婚おめでとうございます。お幸せにが一般的ですね。5。26.5センチの革靴を買いたいんですが。はい。それではこちらの靴はいかがでしょうか 彼女目がクリクリしていてかわいいねえ彼女みたいなタイプが好きなの7もう3月だよそこのカレンダーめくってうん分かった8バケツの中の水捨ててくださいはーいじゃあ庭にまいておきます9コンサートのチケットを予約した それがだだったんだチケット30分で売り切れたらしい10コンサートのチケット電話予約しておいたからじゃあすぐにお金振り込まなくちゃねセクション81明日時間通りに来てね大丈夫10分前に来ますから 2, 2どこで乗り換えるんでしたっけ新宿が便利ですよ3 終電に間に合うギリギリかな。急がなくちゃ。4. 売店はどこですかホーム中央の階段を上がったら右手にありますよ。5. この電車は渋谷に行きますかええ。でも銀座線の方が早いですよ。6.15-9はいくつ ?6 ですよ。 7 6たす15はいくつ6たす15は21でしょう8何か意見があれば遠慮なく言ってください特にありません9わざわざありがとうございましたとんでもないです10ご心配をおかけしましたいいえ、大変でしたねユニット5 セクション1。1。今年の目標はそうですね。英会話を始めようと思っているので、それを続けることです。継続は力なり、ですね。2。明日の約束忘れないでね。大丈夫だよ、多分。え多分 ?3。すみません。出席率を調べていただきたいんですが。あ、 はい。次の休み時間までに調べておきます。じゃあ、よろしくお願いします。4、小林さん、何見てるのこの間の旅行の写真。えどこ行ったの ?5、すみません。コピーをさせていただいてもよろしいですかあ、はい。どうぞ。ありがとうございます。6、ハックション クシュンあれ花粉症はっクシュン !7、卒業したらどうするんですか外資系の会社に就職することが決まったんです。あそれはよかったですね。8、そういえば、昨日田中さんに会ったよ。へえ、元気だったうん、全然変わらないよ。9、キりがよかったら、 こっちでコーヒー飲まないうん。もうちょっと待ってて。じゃ、入れとくね。10。このコンピューター、誰か使ってるのあ、それ落としといて。あれこのワード、どうしよう。あ、上書きしといて。セクション2。1。先生、ご無沙汰してます。あ,あ、山田くん。最近どうですかええ。 なんとかやってます。2>, 2。田中さん、風邪をこじらせて入院したそうですよ。えじゃあ、お見舞いに行かなくちゃ。行くなら一緒に行きませんか ?3。どう今日、焼肉に行かない焼肉か一おととい食べ放題で、嫌っていうほど肉を食べたんですよ。へえ、いいなーじゃあ、今日もそこ行かないだから。4。 なんだか最近寝ても疲れが取れないんだよね。あ、本当肩もんであげようか。本当いいの ?5 お見舞いに行くとき何を持っていきましょうかそうですね。普通だけど花にしようか。ええ。切り花でしたよね。6ねえ、今度またディズニーランドに行こうよ。 ええー、またそのうちね。そのうちっていつ ?7。どこの病院に入院したんですか西新宿の大学病院みたいですよ。あ、そうですか。8。ねえねえ、あの丸いメガネをかけてマフラーしている男の人、どっかで見たことないああ、あの人ね。隣のコンビニの店長でしょ あ、そうだね制服じゃないとわかんないね9この辺に100円ショップはありますかはいこの道をまっすぐ行くとコンビニがありますその隣ですまだ空いていますかねええ24時間営業だから大丈夫ですよ10最近出会いがないよねうん合コンしてみるまあダメ元でしてみるか。 セクション3 1明日の今頃は北海道にいるんです。ええー、いいなー何しに行くのうん、ただの出張だよ。2。2> ねえ、歯にのりついてないうん、大丈夫。私はあ、なんか、右の方についてるよ。3。俺の味噌汁を作ってくれ。え、そ、それってプロポーズ ああ4昨日行った店食べ放題飲み放題で2,980円だったよそれって結構安いねその店どこにあるんですか駅の向こう側ちょっと説明難しいなじゃあ今日帰りに教えてよ5田中さんの結婚パーティーっていつでしたっけええー、確か10日の3時からです え ?10 日でしたっけ6今日寝過ごしてびっくりしたよ起きたらもう8時なんだもんへー、でもよく間に合ったねうん、でも焦ったよ7すごい肩だね、凝ってるね、どうああ、すごく気持ちいいあ、もういいよ、どうもありがとうい,いえい,いえあー ほんと気持ちよかった軽くなった8ねえシャツ見てこれとこれ今日どっちの方がいいと思うどちらかって言えばこっちかなそうでもこっちの方が良くないなんだ人に聞いといてもう決まってるんだ9あもう帰んなくちゃえ早いねうん今晩気になる番組があるから 10うわー、日焼けしたね。どこ行ったのうん、ちょっとハワイにね。ちょっとハワイセクション41いらっしゃいませ。すみません、これクリーニングお願いします。はい。えーと、ワイシャツ3枚とズボン1本ですね。2, 2今日はどうなさいますかカットをお願いします。かしこまりました。あのー、 この写真の髪型みたいにできますか ?3。これ、エアメールでお願いしたいんですけど。はい。えー、っと、イタリアですから110円ですね。どのくらいでつきますか 1>, ?1 週間くらいでしょうかね。4。この靴、治りますかええー、大丈夫ですよ。明日まででいいですかできれば今日がいいんですけど。わかりました。じゃあ、 夕方5時頃までにやっておきます。5。あの、初めてなんですけど。はい。では、こちらの問診票にご記入ください。あの、漢字が難しくて読めないんですけど。じゃあ、質問を読みますから、それに答えてくださいね。6。おリボンは何色になさいますかピンクでお願いします。放送紙はどちらにいたしましょうか じゃあ、この無事のにしてください。7。あのー、定期落としちゃったみたいなんですけど。いつですか昨日の午後3時頃です。届いてますかちょっと待ってください。今調べますから。8。これ、払えますかこちらは郵便局専用の払い込み用紙になってますので。ああ、そうですか。じゃあ、これは大丈夫ですか 9。カードでいいですかはい。お支払いは ?1 回で。では、こちらにご署名をお願いします。10。はい、佐藤です。あ、もしもし、エミリーです。太郎さんいらっしゃいますかああ、エミリーさん。太郎は今出かけてますよ。あ、そうなんですか。じゃあ、また後でかけます。セクション5。1。先生。 ビザを延長するところは何と言うんですかああ、それは入国管理局ですよ。入国入国管理局。短く言うと入管に。2。お伺いしておりますかえあ、あの、講座を作りたいんですが。ご新規ですね。では、こちらの番号札をお取りになってお待ちください。3。 風の音がビュービューすごいね。うん。こんな日にハイキングなんて最悪。雨でも降ってくれれば中止になるのにね。4。ああ、奥歯が虫歯になってますね。痛みますかい,いえ、特には。じゃあ、悪いところを削っていきます。痛かったら手を挙げてください。5。先生合格しましたわあ、おめでとう よく頑張りましたね。先生のおかげです。本当にありがとうございました。6。いろいろお世話になりました。明日国に帰ります。そうですか。寂しくなりますね。ぜひ遊びに来てください。ご案内しますから。うん。行くときは必ず連絡しますね。7。今、ピンポーンって言わなかったええー、気のせいじゃない ちょっと見てきてくれないもう、気になる人が自分で見てくれば ?8。あれ音が出ないな。壊れてんのかなコンセント入ってますかうん。入ってるのに変だな。CD の向きは大丈夫ですか ?9。もしもし、それでですね、電車がいつ動くかわからないそうなんで。わかりました。 じゃあ、会議先に始めてますね。すみません。よろしくお願いします。慌てなくていいから気をつけて来てくださいね。10。ああ、電池が終わりそう。どうしよう。近くに公衆電話ない見つけてかけ直してよ。わかった。探してみるね。ちょっと待ってて。セクション6。1。あの、 定期券売り場はどこでしょうかあ緑の窓口の隣です。そうですか。ありがとうございます。急ぐなら自動販売機でも買えますよ。2、警察は110番ですよね。そうですよ。じゃあ、急に病気になったときは火事の時と同じ119番です。3、すみません。宅急便お願いしたいんですけど。 はい。じゃあ、この太枠の中に必要事項を書いてください。あの、ガラスが入っているんですが。それでは、壊れ物のところに丸をつけてください。4。はい。104の田中です。すみません。新宿区役所の電話番号が知りたいんですが。はい。新宿区役所ですね。それでは、テープでご案内させていただきます。ご利用。 ありがとうございました。5、すみません。今日、シャンプーとカットしたいんですが。はい。何時頃の予約がよろしいでしょうか。そうですね。じゃあ、3時でお願いします。6、焼肉弁当を1つください。はい。焼肉ですね。450円です。あの、ご飯少なめでお願いします。 7. 日替わり弁当ご飯大盛りでお願いします。はい、ありがとうございます。味噌汁はつけますかうーん、どうしようかな。あ、今日はやめときます。8. このバースデーケーキをください。はい、ありがとうございます。ろうそくをつけますかはい、じゃあ、大きいのを4本と小さいのを3本で。9. 一泊二日で行けるいい温泉ありますかご予算はどれくらいをお考えでしょううーん、一万五千円くらいかな。交通費込みで。それでは、こちらなどいかがでしょう十。すみません。切符落としちゃったんですが。どちらから乗りましたか東京駅からです。じゃあ、三百六十円ですね。セクション七。一。 すみません。こちらではお米配達してもらえますかはい。5キロから配達します。じゃあ、お願いします。2。低カロリーで健康にいい食べ物って何でしょうかそうですね。こんにゃくとか豆腐とか。なんだか値段の安いものばかりですね。そうそう。贅沢しなくても健康になれるんだよね。3。 引っ越しするときは、郵便局に新しい住所を届けると便利ですよ。ええー、そうなんですか前の住所に来た手紙も、ちゃんと新しいところまで届けてくれるんですよ。4。ブランド品はやっぱりアフターケアがいいよね。そうそう。この前、カバンの取っ手が壊れたとき、すぐに直してくれたしね。5。最近、 テレビの映りが悪いね。マンションの前に高いビルが建ったからかな。ああ、そうかも。六。デジカメで撮った写真、プリントしたいんだけど。写真屋さんにデジカメを持っていけばしてくれますよ。へえ、そうなんだ。七。あのー、前髪を短くしたいんですが、 どのくらいまで切りますか眉毛が隠れるぐらいまで切ってください8髪に緩めのカールをつけたいんですがはい、わかりましたあのできればこの写真みたいにしてくださいはい、わかりました9ケーキ教室に申し込みたいんですえー、すごい、でもどうして 日本語も覚えられるしケーキ作りも上手になるからですそれは一石二鳥ってことですね十一石二鳥それはどういう意味ですか一つのことをしたら二つ何かいいことがあるってことですよじゃあ一石三鳥ですよそこでボーイフレンドも見つけるつもりですからす、すごい